やっちゃうよ。大丈夫ですので今日もやっていくんですけど、今日はね、ジャイプリプリやっていこうかと思いますね。今ジャイプリプリがですね環境来ていて、結構ラバとかにもね勝てるんですね、今流行ってる。で今プリンスがインフェの加法でね、前の動画でも言ったんですけど、インフェの加法でインフェディガポイのプリンス型が減って、今ねメガナイトとあとラムがね若干増えてるんですね。そうなんで今ねこのジャイプリプリで、しかもこのジャイプリプリね、なんと無課金の人に優しいです。まあ、エレキねぶっちゃけマスケでもいいみたいなとこあるんで、まあそれ嘘っすけど、マスケもエレキがないならマスケでもいい、マスケでも全然代用ができる。ただ一番いいのはエレキって感じですね。なんで、まあ、俺がエレキ好きっていうのもあるんですけど、俺はエレキを使っていこうかなと思います。で、まあ、堀ですね。堀の枠は言うて、ウッドバージョンもあるんで、レベル高い方でいいですね。使う方はレベル高い方でいいかなと思います。なんていうような感じでいきましょう。もうラム引いたらね、おやつなんでね。で、ホグ引いてもおやつ。で、バルーン引いてもおやつって感じで、もう、おやつだらけですね。とりあえずは、ケツジャイは今、ペッカがちょっと多いので、でしかもこのジャイはペッカに勝てるんですけど、ケツジャイとケツペッカ合わされたらワンパンされるんで絶対ダメですね。なんでとりあえずですね、はい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 、とりあえずエレキを出していき、はい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 、おだる、それはだるくね。まあいいや、これは一発ぐらいしか食らわないはずなんで、ケツジャイでもうアドで潰します。もう今ねもう6アドぐらい取ってます。だって5襟でバルーン出して6襟のライト打ってるからね。とりあえずプリンスかな。プリンス出して何かしら来たらもうぶっ潰しますって感じですね。とりあえずこれディガーでぶん殴りに行き、はいはいはい、おいしいおいしいおいしい、勝ちじゃないですか。もう勝ちゲーミングですね。さすがにライトは甘えてる。ああいうとこもザップとかも打たずに、まあ言うてね最悪2発食らっちゃってもいいんで、ファイブル、はい、1本おりました。とりあえずね、ああいう感じで、もうね、相手が攻めすぎたら無視して決じゃい、無視して決じゃいですね。で、形作ってワンパンするっていう、もう、審判ですね。まあ、そういう感じで、まあ、相手がね、ちょっとやりすぎたのをね、見逃さないようにしていきたいなと思いつつ、もう一回相手はまた防衛のカードいっぱい使ったので、もう一回始まりバルーンね、来そうな、はいはい、来ましたね。もう、わかるんです。俺クラスになってくると。なんで、とりあえず、これもメガゴを無視して、そうえ、なんでこのメガゴの前にジャイつけないのって人ねいるかもしれないんですけど、やっぱりジャイは端前出すよりもねケツから出した方が形が組めるんで、相手からしたらこの端前に出されてメガゴプラス1枚ぐらいよりもメガゴにもねなんか対応しなきゃいけなくて、そうそう、ああいう感じでね、でそこにプリンスとかダックプリをつけられる方がだるいっていうね、っていうね、はい。とりあえずディガーを飛ばしていきます。でこれザップでリセッターしていき、エレッカーを追加ですね、はい、切っちゃいましたね。とりあえずここら辺をグイーって感じでファイバーで、これでまたエレキが入るという感じの、もう HH なサイクルです。あー、おっと、とりあえずこれもう一回血じゃいをし、こっちのねタワーを折っていこうかなと思い、おーやば、それやばくね。まあまあ、これ別にこっち折られてもいいんですよ。こっち折られても多分これはカウンターで3くらいいけるんで、もうね、でとりあえずはこれボーラーが来そうな顔してるんですよね。なんでプリンスで、エレキに、インドラにエレキを当てて、ガゴブレにファイブオーツって感じで、はい、オッケーで、これザッパ打っていき、穴掘りに投げ替え3くらいですね。まあこれは煽っていいです、これはさすがに。まあまあまあ、こんな感じでね、バシバシ、ちょっと相手のレベルがね、低かったんですけど、まあ立ち回りの基本としてはね、最初のバルーンのとこみたいにね、ああいう感じをね、参考にしていただければなと思います。お、なんか強そうで強くなさそうな名前の人来たな。多分強くない。とりあえず、血じゃいをするのでめっちゃ泣いてる。これスタンプマウントを取っていきたいです。まず20勝してるのかを確認したいですね。まず20勝スタンプを押していき、とりあえずメガゴが切ったので、あ、ないですね。でもおっとって押して、もう一回20勝スタンプを押すと、とりあえずこれはザップで守りたいんですけど、うお、やば、これエレッカーでいいですね。でエレキ直当てしないのは、エレキ直当てするとメガゴ3発で死んじゃうんで、多少許容してでもこうやってエレキをね活かせることが大事ですね。でこうやってやると、相手がねダックプラーとか出してくるんで、ここら辺をジャイで延命して、やばい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 、
これはちょっともしね呪文タルババとかザップとか打たれたら嫌なんで、だる、はい、起動できない。ジェイは基本起動できないんでね、キング起動、これは覚えておきたいですね。 OKOK、 これは入賞スタンプですね。とりあえずここで、アイスウィズなんでトルネーション、あれだ、ウエストでめっちゃ使われてたやつだ、ダクプリアイスピートルネ、タルババなんちゃらかんちゃらのやつですね。はい、これジャイつけれたらつけたいけど、もう無理だ、ギリ無理。まあここは生かして、相手にエリクサを使わせーのね、まあここメガゴとか来るんじゃねえかなと思いつつ、相手が今ロイジャーいないので、攻めユニットがないターンに欠陣できるのは鬼リソースね。でこれちょっとダックプリ受けれるようにキング前ぐらいでね行って、そうジャイここに出したらダックプリ間に合わなくて許容もしたくないし、こっちにプリンス出すのはもっともったいないんでね、ああいう流れてくるユニットをこうやって受けれるぐらいのね、体力にしとけばいいんじゃないかなと思います。とりあえずこれね、足しすぎるとライト来るんですよ。なんでそういう時はね、ちゃんとこうやって呪文を打って自分のエリクサを使ってこれ2体ぐらいで攻めるっていうのがね大事ですね。まあ笑っておきましょうか。とりあえずこれをダックフリーをもう一回出して、次はね相手こっちにロイジャイつけたいはずなんで、逆サイにつけていきます。はい、でこれでこっち守んなきゃいけないからこっちのプリンス守れるっていう感じですね。でこれエレッカーつけます。エレッカー3発とザッパーで終わりなんで、あーこれあれだ、 OK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 、 はい OK ですね。まあ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 、まあ、そこそこいいプレイができましたね。まああれはデッキもデッキでね結構流行っている強いデッキなので、ね、まあまあまああれを倒せるってことはつまりはジャイプリ環境ですね。てな感じで、とりあえずなんかウィザード来たんで、ウィザードとかには基本プリンスで合わせたいですね。でなんかもう端前に足してきたらメガゴやら、裏を潰すディガーやらを飛ばしてあげて、こういうのはね低め低めで受けてあげれば絶対自陣で受けてマウント取れるんでね。めっちゃ腹減ったわマジで。とりあえず突進したので、ここでまたエリユリを取れるんじゃないかなと。富士山の部屋汚いらしいですね。行きたいな富士山地、俺一回も入れてもらったことないですよ富士山地、全然入れてくんない。あ、ほんと？じゃあいいや。全然それはね、プロです。マジックリンしたんですね。まあ俺にはシールは当たり前ですけどね、そんなの。よしよしよし、移動が。ちなみに俺んちは結構綺麗です。ちなんでしまうとね。そこそこ綺麗にしてます。人んちは汚しちゃうけど自分んちは綺麗にしてます。ちなみにラットは俺んちでジュースを2回こぼしたのに、俺がラットんち行くわって言ったら、いやちょっとって、人のカーペットとパソコンにジュースこぼしておいて自分が来られるのは嫌だっていう、そういう人間ですラットは。そういう人間です。事故はそうだけど、俺がじゃあ部屋汚しに行くわって言ったら、マジっすかマジっすかっつって。とりあえずそんな感じで、これほらラムですね。これもうプリンス無視していいですね。こっちおられるんですけど、相手エリー使いすぎなん で俺はサンクロ取りたいんですね、パスの関係で。なんで、ダックプリを追加していき、ディガーを飛ばして、よいしょ。でウィザードが面倒いなんでここザップ打っていきます。よいしょ。はい、で何か来るんで5打って JJ ですね。まあ、てな感じで結構圧倒的なね、勝率を誇っている俺が使うとやっぱり結構強いですねこのジャイプリプリは。なんでまあそんな感じでね、このデッキ
お好みですね。ウッドバージョンがあるんですよ。そう、このエレキがライドラで、ライドラ、でここがなんだっけ、ウッドのバージョン、あん違う、ダックプリがねウッドで、ここはライドラで、サンスペのね、ジャイホリとかもあります。であとは、これをマスキにしてる人もいるし、この穴掘り自体をウッドにして、このジャイプリプリサンスペの人もいます。なんでね、まあお好みの形でね、俺はこの形が一番好きなんで使ってるんですけど、ジャイプリ自体がね今結構強くて、グローバルのね上位にもめちゃくちゃいるんで、ぜひ皆さん使ってみてくださいということで、今日はこの辺で終わります。俺んちは結構綺麗なんです。ってことで、富士山家は汚いです。で、ラットは家に入れてくんなくて、てな感じです。今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。ラットちょっと嫌なやつです。